らのアンドルームシリーズなんですけれども、住む&楽しいことができる賃貸住宅というのをテーマに展開しております。ニッチなところにこうニーズを持ったお客様にすごく刺さっているなっていう印象があります。やはり物件っていうのは築年数が経ってきたりとか、そういった形で年数が経ってくるとやはり価値としては下がってきてしまうと思います。何をもってこの物件に価値を見出していただけるか、こういったアンドルームシリーズというところで新たな賃貸物件の付加価値の創出というところを目指しております。